はい、それではこれから文献紹介と題しまして Word Alignment with Null Words というタイトルで ACN2016 の論文を紹介させていただきます。発表者は滝野です。よろしくお願いします。論文概要です。単語対応を求める際に既存のモデルだとヌル、これまでの手法ですとヌル単語を仮定して、それに対応するような形で現言語のうちの、対応しない語っていうものを、モデル化しています。本論では、単語対応を求める際に、ヌル単語といったようなモデルを、仮定せずに、現言語側の、単語が言語モデルを利用して、目的言語に対応しない語っていうものを現言語の単語から生成されるといったようなモデル化を行うことによって、明示的にヌル語を仮定しない、単語対応のモデル化を行いました。その結果としてヌル語にファーストアラインや先行研究の、HMM アライメント手法と比べると、優れていることが示されたというのがこの論文の趣旨になります。はい、では導入です。機械翻訳における単語対応の推定というのは、翻訳モデル作成のための、重要なステップの一つとなります。ここの、性能が、機械翻訳の性能を大きく左右するといっても過言ではないほど、重要なステップで、これまで、その手法としまして IBM モデルといったものが、一番有名になっています。でこれが1から5まで、順番に提案されていて、これらは教師なしでパラレルコーパスから単語対応を求めるモデルになっています。でこれらの有名な実装として、ギザプラスプラスやファストアライン、エニマラインなどのツールが、今では普段利用されています。で、単語対応における非翻訳語ヌルワードの単語取り扱いというのが、現状でどうなっているかというと、まず、現言語日本語から英語で今回翻訳することを考えたときに、現言語側には、翻訳時に無視される単語が存在します。例えば日本語側だと太郎、日本語側の場合はゴーやガーやオーなどといった単語は、太郎、ビゼット、花子の中には対応する語がなく、実際には無視、翻訳時には無視される単語となります。で、これの一般的な、取り扱いとしまして、これまでとしてはまずあらかじめにこういった単語を削除してしまう、1996年の、ルールベースの手法ですね、単語削除のアプローチというものがまずありました。この場合はあらかじめ、言語側にある単語を、ヒューリスティックに削除して、翻訳を取ることによってこういった対応しない語っていうものを削除しようという試みです。でもう一個、今のギザの実装とかになりますと、ヌル語を追加、目的言語にヌル語といった、シンボル、スペシャルな特別なシンボルを、追加して、これらのアライメントを、一定の確率でこれにアライメントするようにこれらを調整することによって、ガーやオーなどが実際に翻訳されないということを、数理的にモデル化するというものが、一般的なアプローチになります。で、一般的な方はどちらかというとこちらの方が一般的になっています。で、これらの問題点としまして、ヌル語に対する特別な取り扱いが必要となる点が、必要がなります。で、オッカンネイル2003年の、この、モデルでは基本的には、確率 P0 で語彙がヌル語に対応するというものをアライメントの確率を計算、アライメントの単語対応の確率をモデル化しています。で、P0 の後に残った確率で他のアライメント単語対応のモデル確率を推定する形になります。で、本論ではこのヌルワードの単語対応、特別なシンボルを設けずに、この単語対応を推定するモデルを提案しています。で今回、使用する単語対応のモデルとしまして、基本的な単語対応の確率モデルというのが、このような式で表されるんですが、IBM モデルですと、PAM が一応分布に従う、つまり目的、現言語の単語というのは目的言語のアライメントされる確率というのは、その単語の距離に関係なく一様に、どの単語に対しても一様に分布するというものです。で IBM モデル2だと、その、文字の長さの比で正規化した後に、
現言語と目的言語の単語の距離を鑑みて、まあ、アライメントする確率っていうものを決めることになります。で、本論では、まあ、この2つの IBM モデル2を使って、隠れマルコールモデルで、拡張して、まあ、ヌル単語を仮定しない、モデルを仮定せずに、まあ、単語対応を求めるというモデルを使って、考案しています。で、今回の手法の提案法について説明していきます。で、今回の論文での、まあ、メインとなるアイデアっていうのは、まあ、訳されない単語っていうのは現言語の流暢性のための要素というふうに捉えて、まあ、言語モデルを仮定して、で要素と考えます。で、まず単語対応と対応モデルと、まあ、言語モデルを適宜切り替えるような隠れ変数 Z を導入することで、まあ、ヌル語を排除していきます。で、例を説明しますと、まあ、Z0 っていう隠れ変数を用意しまして、0の時には単語対応モデルで確率を推定する。Z イコール1の時には言語モデルで採用、言語モデルを採用するような隠れ変数を考えます。で、この時、まあ、それぞれの現言語側の単語に対して、Z の隠れ変数を推定します。で、この時、例えば、まあ、がとかおとかになりますと、Z が1になるように推定されるように、Z が1、もしくはおも1を0に推定されるように考え、他の単語対応があるような単語は全部0になるような形になります。で、Z イコール1っていうのは言語モデルを使っているんですが、まあ、太郎の後にがが出るような確率っていうのを、言語モデル、生成確率っていうものを、まあ、言語モデルから言語モデルの確率を持ってきます。で、まあ、このような取り扱いを行うことによって英語側、目的言語側に、まあ、ヌルワードを入れることなく、なおかつ、語彙的なこういった、ヌルワード翻訳言語側の対応し、対応し目的言語側に対応しないような言語っていうのは、まあ、目的現言語側だけで生成されるものと仮定することによって、まあ、より自然な取り扱いができるということになっています。で、まあ、単語対応モデルと言語モデルを適宜切り替える隠れ変数 Z を導入することで、目的言語側のヌル語を排除することができましたと。で、まあ、この枠組みっていうのは基本的な隠れマルコフモデルの拡張に相当しています。で、これまで今隠れマルコフモデルによるアライメント手法っていうのは、まあ、提案されているので、それと同じ枠組みで学習や推論を行うことができるということになります。で、実際の確率モデルを数式で表す と、こういうふうになっていて、今回ではそのこの部分ですね、 Z 隠れ、隠れ変数 Z が拡張されて、いますと。で、こちらの図に表しているのがそのグラフィカルモデルになります。で、基本的には、まあ、隠れ変数 Z が拡張されているのと、拡張されています。で、この Z というのは前の単語から決まるようになっていて、また、まあ、現在の単語に対する単語対応っていう単語っていうのは、前の単語に依存するのと、まあ、単純なアライメント確率に依存するような形になっています。で、確率モデル的にはまあこういう形で、 Z が0の時には、単語対応から目的言語から対応する語が生成される。で、 Z イコール1の時には文脈、もう現言語の文脈から単語が生成されるというような確率モデルを切り替えて採用しています。で、まあ、ここからはまあちょっとさらに数理的な話になるんですけど、まあ、今回はまあベイズによるモデル化を行っており、このまあ Z が言語モデルと単語対応の確率モデルを切り替える変数になっているんですが、まあ、Z の分布にはベータ分布を導入しています。で、このベータ分布っていうのは、ボキャブラリ、単語の語彙ごとに、まあ、変数として値をもと、設けているため、まあ、単語ごとに実際それが翻訳、目的言語に対応しづらい単語なのかっていうのが、まあ、このベータ分布によって決定されることになります。で、これらにモデル化されることによって、まあ、ヌル語の排除に成功しています。
はい。でここからはまあ推論で、基本的にまあ、普通の単語対応の、アライメントの推論と同じような手法を使っていて、まあギブスサンプリングを使っています。今回はギブスサンプリングを使っています。で、確率の変数的にはまあ、z イコール0と1の場合で場合分けをしていて、0の場合には、現言語と目的言語の対応関係を利用したカウンティングを使ってパラメータを更新していきます。で z イコール1の時には言語モデル的に、目的現言語側だけの情報を使って、単語が生成されるように確率を調整しています。でさらにアライメント確率なんですが、まあ、ここの枠組みは基本的には IBM1、2のモデルと同じで、まあ、目的言語と言、まあ、Z0 の時には ZJ が0の時には、まあ、現言語と目的言語を鑑みてカウンティングを行うっていうような形をとっています。ただ、まあ、言語モデルの時には、まあ、単語対応の確率は、まあ、かなり簡単化されて、この部分が消え、AJ が単純な、IB モデルの基本的なモデルで、単語の位置によって、単語の相対的な距離によって、そのアライメントする確率っていうのが分布するように頻度を更新していきます。でここから実験設定になります。で WMT、 今回の実験設定としましては WMT2014 の翻訳タスクのデータセットです。でこのデータセットにはドイツ語、フランス語、チェコ語ですかね、すみません、ちょっとわからないですけども、と英語のペアの、まあ、3種の、言語の言語3種類の言語ペアセットが与えられています。またエンティサイヤーの東京翻訳タスクでも利用し、データ継承しており、この、データ量が多いので今回20万ペアにデータをランダム抽出して利用しています。で枠組みとしても IBM モデル、今までの IBM モデルの拡張と同じで、2の学習するためには1のモデルの結果が初期値として必要なので、まあ、それを順々に学習する形になっています。でハイパーパラメータ等について今回ちょっと省略します。でベースラインとしましては、まあ、ギザの IBM モデル5とファーストラインのデフォルト設定を利用しています。で実験結果になります。まあ、この表が実験結果になっていて、上の表が、今回は目的ターゲットソースディレクションの方向で、実験を行った場合のアライメントの結果を使って、翻訳モデルを作成し、それを評ブリューで評価したものになっています。で下の方はその、まあ、ヒューリスティックを利用して目的言語と目的言語から現言語、現言語から目的言語の2つのアライメントの、グローダイアグファイナルアンドを取って、アライメントを求めた結果を利用して、翻訳モデルを作ったものの時のブリューの結果になっています。で結果の分析なんですけれども、まあ、まず、手法としては、まあ、IBM モデル 1,2 だけの比較としまして、2種類の方法ですね、ブラウン と、マーマーの、まあ、手法らが、最近だとマーマが一番新しい手法なんですけども、まあ、1,2 と比べた場合には、まあ、IB モデル 1,2 のグループで考えると、これらの手法と比べると提案された手法っていうのは、全体的にいい性能が出やすいってことが、どの言語対と、言語対を入れ替えた場合でも分かること出ていることが分かります。で、まあ、ギザとかになると、ファータリティ、粘性を単語が一対多で対応するようなものを、性質っていうものを、モデル化しているわけなんですが、ところによっては、まあ、これらの、まあ、より、IBM モデル5の方がより、複雑なモデルで、まあ、より分析的、深い分析より、まあ、性能が出やすいモデルになっているんですが、これらのところによってはこれらと同等もしくはそれ以上の性能が出ているってことがこの結果から分かります。で、ヒューリスティックを使ってシンメトライズした、結果については、まあ、その
原因っていうのが、その上昇値っていうのは比較的低くなる傾向にあります。で、まあ、同様に一部分によってはギザやファーストラインと勝てるような、まあ、手法になっていることが分かります。まあ、これらの結果から、これらの今回提案したモデルっていうのが、まあ、IBM5 にはまだ勝てないんですけども、まあ、なかなか、言語の流暢性みたいなものを考えて、モデル化することによって、まあ、より良い単語対応が作れることが分かります。はい、で考察とまとめになります。まあ、今回の手法と論文で今回紹介する論文紹介した論文では、まあ、ヌルグを含まない、IBM モデル 1,2 を拡張した、隠れマルコフアライメント単語対、隠れマルコフアライメントモデルを提案しています。で、翻訳されない単語っていうものを、まあ、言語の流暢性を高めるものと考え、まあ、現言語側の言語モデルを導入することによって、ヌルグを仮定しない、単語対応モデルが提案されました。で、より複雑な単語対応のモデル、粘性を仮定したようなまた ABA モデル5にも、まあ、言語対によっては勝ることが分かりました。で、ファーストアラインというのが、まあ、単語対応を求める手法の一つで、かなり早い手法でなんですが、まあ、この単純なモデルで、単語対応のうち、まあ、粘性を仮定せず、またアライメント間の依存関係も考慮しないような、まあ、比較的 IB モデルに近いようなものなんですけども、まあ、ここと比べると、明らかに、ファーストラインよりも提案手法の IB モデル2の方が性能が良いことが分かります。で、今後の展開としまして、まあ、現状では言語モデルの関係から制約が存在しています。言語モデルを利用して前の単語から次の語が生成されるようなモデルを仮定しているので、今回の場合だとレフトトゥライトのような依存関係を持つ、でどの単語もレフトトゥライトになっているようなものが、言語側は望ましいです。でただしこれらのモデルは、まあ、ライトトゥレフトに拡張したり同時に考慮することも、可能なため、まあ、今後の課題として置いています。で、まだこの推論だと今回ギブスサンプリングを利用しているんですけども、まあ、変分ベースなどを利用することによって高速化を図っていきたいとのことです。で、これらのソフトウェアはこの URL によって公開されています。以上で発表を終了します。ご清聴ありがとうございました。